つを完全体にしてはいけないんだ。それでは行きます。精神と時の部屋で修行をしたベジータは第二形態のセルをも上回る実力だった。完全体になれば勝てるというセルの挑発にベジータのプライドが反応する。そして18号吸収に手を貸すのである。 私の邪魔をする者は何であろうと叩き潰すまでだ。 ここは俺が食い止めてみせる。無理するな、十郎。お前はもう停止寸前じゃないか。それにベジータも私が完全体になるのに協力してくれるそうだ。ドカンのであれば お前をスクラップにするまでだ。 あいつ何か狙ってる？頑張って頑張ってください。気をつけろ！何か狙ってる！なんて卑怯なやつなんだ。動きは全て見切られている。このままでは。頑張ってくれ！ 完全体にはさせんぞ。死ね！ 何をのんびりしているんだセル。早く完全体とやらになりやがれ。せっかくのチャンスなんだ。パワーさせんぞトランクス。ありがとう。父さんは間違っている。あいつを完全体にしてはいけないんだ。もし俺たちの力を上回ってしまったらどうするんですか。 情けないやつめ、どう強くなるのか見たいとは思わんのか。俺はそんなもの見たくない。地獄のような未来はもうたくさんだ。俺はやつの完全体を阻止してみせる。たとえ父さんを倒しても。俺を倒すだと？バカな。貴様に父親が攻撃できるとは思えんだな。 ありがとうベジータ。とんだ邪魔が入ったもんだ。これまでだ。たまに受け切れるか。そがきめえな。 何をのんびりしているんだセル。早く完全体とやらになりやがれ。さて完全体とやらになるまで高みの見物といくか。久しぶりだな18号。くそ。 しい真似しよって近寄んじゃねえ。何をのんびりしているんだセル。早く完全体とやらになりやがれ。 痛めつけてからいただくとするか。私の想像以上のパワーアップだ。